皆様、こんにちは。それでは、IT 活用羅針盤解説ライブを始めてまいります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。ブおはレようンごワざいークスまのす。近藤昇でございます。本日は、近藤さんに、IT 活用の羅針盤について解説いただきます。そして、はい。私、ピューの方から質問をさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、それでリュウは、さんは、はい。ブレインワークスの、中心メンバーとして頑張っていただいてますが、今日はちょっと IT に関してね、いろいろ質問をいただけるということで。どしどし質問させていただきたいと思います。はい。それでは最初に10月から創刊された IT 活用の羅針盤ですが、こちらの雑誌についてどのような雑誌なのか、そしてどのような大まかな概要についてご説明いただきますか。はい。IT 活動の羅針盤という、まず、名前というか、この情報誌の意味なんですけどね。羅針盤って皆さん、多くの人が知ってるように、例えば太平洋とかを航行する船が持っているのが羅針盤という。あるいは山に入るときに羅針盤を持つ人もいるんじゃないかなという。要は迷わないようにという。そういう意味があって。ブレインワークスはね、もともと新興国ベトナムとかアフリカのルワンダとかそういう形で、新興国とも仕事してるんで、感覚的にその羅針盤っていうのを使ってきたんですけど、最近その DX ブームになりましてですね、私たち創業時から中小企業の IT 支援というのをやってきましたけど、やっぱり一番中小企業さんが困っておられるな、ということで、久しぶりにこの IT に関する情報を発信したり、いろんな経営者に、呼んでいただけるようなものを出そうということで、満を持しましてですね、半年ぐらいに始めました。IT 活動の羅針盤ということでございます。はい。はい、ありがとうございます。そうですね、本当に IT が最近、近年たくさん発展している中で、やはり本当にどこに行ったらいいのか、そうですね、情報が検索している中ですので、はい、羅針盤ということで、はい、詳しく見ていきたいと思います。それでは、少し説明、質問をさせていただきたいと思います。はい。それではですね、最初の方に少し説明していただきたかったのですが、こちら IT もつなぐかつながないかで大違いというタイトルの記事ですが、この違いというのはどのような違いのことでしょうか？そうですね。ここにも書いてるので、また興味ある人は読んでいただいたり、QR コードから、ちょっと私、今これが何につながってるか分かってないですけど、制作した人は分かってると思いますが、一般的にボーダーレスになってきましたとか、いろんな地方と、都会と地方とか、キーワードとしては人と人のこの活動とか営みでつながるっていうのは、すごい今、トレンドというか、相当多くの日本の人も、世界の人も意識してるんじゃないかなと思うんですよね。で、それは一つはコロナ禍でつながってるねっていう、こういう会話とか、こういうコミュニケーションが増えたというのは間違いないなと。そういう部分と、じゃあ例えば今、日本にいてベトナムの人とかルワンダの人とつながるといえば、やっぱり IT があるからつながるっていうこともまた、これも、明々白々な事実だし、これがどん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 浸透してるというか、進行してるというかね。だから多分、リュウさんもブレンアースで一緒に仕事してると、世界中が繋がった感覚で仕事ができるし、日本の地方の人とも会ってなくてもね、会っているかのようにできていると。いろんなことが。仕事っていうこともあれば、日常生活もそういうふうになってきましたっていうことなんですけど、一方で、つなぐということは、結構リスクをはらんでるんですよ、というね。そんなことを書いてます。で、何がリスクかっていうことですよね。
リュウさんどうですか、インターネットとかつながって、あるいは、はい、PC で買い物したりすると、はい、安心安全、全然平気みたいな感じですか？いえ、そうですね。結構個人情報をたくさん入れるので、うん、そうですね。そういうところで変に使われたりしないかっていうところだったり、うんうん、そうですね。結構広告とか、そうですね、うん、自分が、自分から探そうと思ってなくても、自分が、この前ちょっと探してたものの広告が出てたりする。そうですよね。そういう経緯で。ね、それで慣れてしまえば、ね、慣れてしまいがちだけど、冷静に考えたら怖いことですよね。そうですね。自分が、まあ、どっかで検索とか選んでるんだろうけど、うん、なんで覚えてんのみたいな。そうですね。はい。まあ、今実際ね、クレジットカードで、こう、インターネットというか、ウェブにポーンと入れてくださいって言って、まあ、慣れてきた人が多いけど、まあ、あれが日本でも普及しだした、どうでしょう、十数年前っていうのは、IT 長いことやってた私でも正直入れるのをね、躊躇しましたね。そうですね。信用できないから。はい。信用できるようなことをやってる業界に思えなかったんで、はい、今どうなのかっていうことでいくと、ますます信用できないような雰囲気はあると。でね、こういう本があって、ゼロトラストっていうね、まあ、こういう考え方があるんですけど、はい、基本的に信用しないでおこうっていうのは楽でしょっていうかね。まあ、そういうふうに解釈したらいいと思うんですけど、絶対大丈夫だ、大丈夫だって言うと、検証検証になっていって、もう最後には、もう結局どこまで行っても不安が残るっていうのになるじゃないですか。だからまあ、こうネットとか IT がこう我々の周りに取り巻いているときは、まあ、基本的に信用しないでおこうと。で、その中で何をどうやれば信用できるように確認ができたり、安心安全で使えるのかっていうことを考えていこうというね。まあ、そんな時代なんですよね。まあ、そういうのを、まあ、つなぐかつながないかで大違い。つながなければそんな心配することありませんと言いたいだけです。はい。はい。ありがとうございました。こんな感じです。はい。皆様もこちら気になるところはぜひ読んでみてください。はい。そして続きまして、次のページに、こちら、富士ネットシステムズ株式会社代表取締役兼 CEO のグエンダン・ホーン様の、インタビュー記事がございました。近藤さんからインタビューされているかと思いますが。そうですね。はい。まあ、親しく言えば、本さんですね。本社長ですけど、まあ私たちは本さん、近藤さんと呼んでまして、はい、年は2つぐらいしか変わらないんですね。本さんとまずどういう間柄かというと、まあブレアンスとしてベトナムに事業展開したのがもう20年以上前で、実はこの3月に3年ぶりにベトナム、ホーチミン行った時に会ってきたんですけどね、まあ行くと必ず会ってご飯も食べてるって間柄なんですけど、まあ彼はですね、日本に、20代の時に IT のエンジニアとして日本に、まあ、来て仕事をしてました。有名なところでね。で、そこで経験積んで、で、日本に帰って起業したんですね。もう起業して20年ぐらいだと思います。で、その頃に知り合って、まあ私たちは日本から出て行った企業としてまだよちよちでしょ。で、本さんは本さんで、まだそういうベトナム社会で起業したんです。IT でね。だから何やってきたかっていうと、日本からのソフトウェア開発の仕事を受けるという。だからこれはオフショアですね。日本から見たらオフショア、海を越えるっていう意味で。まあこれはもう結構広がってきましたけど、まあ中国からベトナムっていうことの流れもあったり。で、まあ社員はもう800名ぐらいいてはって、まあ今でも基本的に日本からの仕事に特化されてるんですね。で、まあ、そんな感じで、まあ、読んでいただいたり、ここの QR コードから行くと、本さんのインタビューとかお話が聞けます。で、まあ、本さんにゴルフを教えたのは私です。で、今やっぱり日本人が来ると、日本の経営者が来ると、やっぱりゴルフ必要だねって言われてますよね。それとですね、実はミャンマーに一緒に行ったことがありまして、でミャンマーに行って何人かで行って、まあ、本さんベトナム人で、もう一人ベトナム人の友人と、私と日本人で行って、
ミャンマーにいるベトナム人に会いに行ったときに、ホンさんに通訳をしてもらいました。あ、ミャンマーの言葉も。まあ、ホンさんは日本語がもちろんバリバリなんで、はい。まあ、そんなことがあったり、まあ、だから本当に日本のこと大好きで、まあ、ビジネスとしてもカウンターパートとしてね、今も一緒にやっていますので、まあ、ぜひこの本社長、フジネットね、フジネットさんですけど、フジネットシステム株式会社の本社長、ぜひ皆さん、ね、お付き合いいただければ、いい話が増えると思います。はい、ありがとうございます。はい、こちら、QR コードもございますので、ぜひご視聴してみてください。なんか、ジャパネット高田みたいになってきました。おすすめなので。はい、それでは、そうですね、今回、桜号結構、たくさん分量がございますので、少し内容を絞ってお聞きさせていただきます。では、こちらですね、次に、ちょっと農業関係ということで、少し気になる、いいかかし、なんだか親しみのある言葉の。そうですね、かかしといえばというね。こちら、なんでしょうか、いいかかし。まあ、この雰囲気で、まあ、きっと農業だろうなと思わない人も、まあ、今増えてきましたけど、まあ、農業の現場わからない感じのね、都会育ちの人増えましたけど、まあ、今、日本も第一次産業どうするんだということで大きな課題ですし、まあ、東南アジアにしても、まあ、中国もそうですけど、アフリカもどこもやっぱり食料をどうするかっていう、そういう中で、まあ、相手をどう使うんだっていうテーマがずっと、どうなんでしょうね。十数年前から、こう、盛り上がってきたというか、じゃあそうした時に、その農家さんがすぐにその IT を使ってっていうのは、よっぽど特殊な人じゃないと難しくって、じゃあ、充実したサービスとか商品とかがね、必要だよね、みたいな時代が十数年あって、まあ最近、私も、農業支援もやってるんで、いろいろ見てると、まあご縁があって、まあソフトバンクさんのね、このいいかかし、本当によくできてると思います。かかしのようにペコッとこう、立てておくというか設置しておけば、いろんな環境データですね、温度とか、まあ雨が降ったとか、まあいろんな状況が取れるので、そうするとこう、農作物の生産をする、特にお米とか、コントロールしやすいので、ということで、まあ、AI っていうことも活用にね、なっていきますし、まあ、もちろんこのいいかかしだけじゃないんですけど、農業といえども、やっぱりこう IT をどう使うか、で、そこから、取得したデータをどういうふうに上手に使うか。で、まあ、農家さんといえばね、経験と勘と、まあ、度胸みたいな感じの世界、印象が強いですけど、でも逆に何十年もやってはるような農家さん、ベテランの農家さんは本当に機械に勝るとも劣らないぐらい、こう、科学的だし、まあそういう方が特にこう上手にね、組み合わせていくといいんじゃないかなと思ってまして、まあ IT 活動の羅針盤としてはこういうふうに、私たちは自信を持って、まあなのでジャパネット高田さんなんですけど、自信を持って、我々がこう、ね、使ってみたり、我々が理解して、これいいよというものを、いろんなケースバイケースで、IT さんにご案内したいなと。そんな趣旨でございまして。はい。はい、ありがとうございます。まあ、リュウさんもぜひ、アフリカで広めてください、はい。あ、素晴らしいですね。こちら、農業の経験がない方でも、新規就農される若者の方にも、そうですね。素晴らしいものではないかなと思います。はい、ありがとうございます。そして、続きまして、すぐ隣なんですけれども、はい。プロジェクトを成功に導くソフトウェア、プロエバーという、ものの報告がございますが、こちらについてですね、プロジェクト管理についてですが、どういった会社向けがおすすめでしょうか？そうですね、まあ、ここの2つ並べているということは意図があって、まあ、この2023年度、まあ、スタートしたばっかりですけど、両方とも一押しの、まあ、いわゆるソフトウェアサービス、クラウドサービスなんですね。だから二つはもう全然関連性がないように見えますけど、まあ、例えば農業でもプロジェクトとも言えますし、まあ、いろんな我々の生産活動とかビジネス活動というのはプロジェクトっていうことがいろいろありますよね。建設現場もプロジェクトだし、
ソフトウェア開発もプロジェクトだし。まあだから今、そういうプロジェクトを効率的に、あるいはこう、レベル高いところで運営、プロジェクトを遂行することによって、結果的にお客さんに満足いただくような品質を高めるとかね、納期は当然守るとか、まあそういったことが課題になっていて、まあマイクロソフトにしても、プロジェクトマネジメントっていうツールもあったように、まあここに30年大きな課題だったんですけど、株式会社マネジメントソリュージュ、株式会社マネジメントソリューションズさんが、PMO というね、プロジェクトマネジメントオフィスというサービスをされてるんですね。プロジェクトマネジメントオフィスというのは、そのいろんなプロジェクトが円滑に回るようにこうサポートするような仕組み、スキルフルな人が行ってサポートを実際、現場に入って手伝うんですけど、まあ、そういう役割の方々が、使ったり、あるいは、プロジェクトマネージャー自らがこのサービスを使うことによって、プロジェクト全体が見える化できたりですね。まあ、いろんな問題点が一元的に管理できたりっていうことで、まあ、これも正直、とても優れもんで、で、私たちは特に中堅中小企業さんに、まあ、こういう、仕組みをですね、活用しながら、プロジェクトマネジメントのレベルを上げていくと。まあ、そのようなことを考えておりますので、まあ、皆さんご関心がある方はぜひ、ご相談いただけましたら、それを使うだけじゃなくて、どうやればプロジェクトマネジメントのレベルが上がるかっていうね、そういういろんなサポートができますので、まあ、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、リュウさんもプロジェクトね、いっぱい入社以来入ってますし。はい、そうですね。さまざまなプロジェクトを、進めておられる会社の方、たくさんおられると思いますので、ぜひ気になる方は、はい、ご覧くださいませ。はい。はい。ではですね。まあ、これ話し出したらいっぱいね、はい。いくらでも話が出てくるので。そうですね。はい。それでは続きまして、こちらの記事なんですけれども、人の問題は根が深いというタイトルで、うん、こちらのタイトルをドキッとしましたが。そうですね、編集長が、はい、こういう構成にしたんですけど、まあ、人の問題は根が深いと言い出すと IT とか、うん、もうのけちゃっても人の問題根が深いというか、問題というか課題というか、うん、まあ、人間の一人ずつの悩みがあったり、それがチームになったり、こう、組織になってくると、さらにこう、複雑というか、苦労が多いですよね。はい、最近話題になった WBC の野球で、やっぱりあれぐらいのハイレベルでも、結局、チームワークとか、そのモチベーションを高めるとか、大谷選手が言った一言とかね、そういうところでこう、チームとか組織っていうのは、さらに力を発揮したり、だからそれって根本的に言えば、大谷選手もよく言ってますし、栗山監督もずっと言ってましたけど、人のために何ができるか、人のためにやろうっていう、それこそがこう、パワーをさらにこう上げるというかね。だから IT 活用だって結局、もう単なるこう IT を使って合理化するとか、めんどくさいことするって考えちゃうと、その元々人が持ってる問題がこう被ってきて、迷走するんですけど、だからトップの責任って大きいし、そもそも IT 活動してどうしたいのかって、やっぱりハッピーにしたいとか、まあ、楽に仕事したいとか、お客さんに喜んでもらいたいとかね。まあそういったところにきちっと焦点当てて、IT 活動の推進をするっていうのはね、まあいつの時代が来ても DX と騒がれても変わらず大事なことかなっていうところですね。はい、ありがとうございます。はい。ですね、本当に人の、IT 化してもやっぱり人の問題、うん、人を、に着目するのが本当に大事ですよね。そうですね。どうしてもね、IT ツールがあるとツール入れとけばなんとかなるって思いがちなんですよね。はい。まあ、そんなことはないですよっていうことが言いたいだけです。はい、ありがとうございます。で、続きまして。はい。こちらのページですが、またベトナムの方で、国営健康インフォメーション、代表、グエンティ・フェン様の、インタビュー記事でございます。こちらまた、近藤さんから。そうですね。また、インタビューされましたが。ベトナム人の、
はい、経営者ですけど。どんなお付き合いでしょうか。はい。本社長とはまた違ってて、まあ、このエッツさんは、まあ、私たちの資本関係、うちが少し出資させてもらってますけど、ハノイにありましてね。ハノイに、まあ、いわゆる本社があって、それでホーチミンでも展開されてまして、まあ、本さんは、日本に留学生で来てます。もともと神戸大学のアイセックのつながりで来られたようで、その後、一度ベトナムに帰って、また日本に来て、青森で留学をして、まあ、その時の体験ですよね。で、まあ、いろんな意味で日本というのを、まあ、厳しく感じたこともあってみたり、いろいろあるんですけど、まあ、やっぱり日本のことが大好きになって、で、ハノイに戻って、人材系のね、ビジネスを立ち上げたという、それが、北縁天候さんという会社で、まあ、本当に日本にも何回も来てもらってるし、まあ、人材と IT ですね。そういう事業をやっておられます。というフェンスさんがですね、結構日本人に対してというか、日本の経営者に向かっても、まあ、なかなか意見をしっかり持っておられて、まあ、そういうインタビューでお話しされてたことをここにまとめてましたね。まあ、私たちは別に、日本だから日本人だけとか、そういうことじゃなくて、世界中の人がいろんな形で関わり合いながら、こう、社会というか、こういうのは形成されてるんで、まあそういう意味でこういうね、ベトナムの女性経営者の意見をスワッと聞いてみるっていうこともね、まあおじさんたちにとって、日本のおじさんたちにとって耳が痛いかもしれませんけど、自分のことは自分でまずやろうやっていうような、そんなことを書いておられます。言っておられます。はい。はい、ありがとうございます。そうですね。ベトナムの、経営者の女性の方の視点からの、うん、ものも、意見も垣間見えるかと思いますので。そうですね。ご覧くださいませ。はい。そうですね。それではですね。少しありまして。DX 時代の IT リスクを考えるという記事について、質問ですが、こちら。そうですね、まあ。IT リスク、まあ、DX 時代の IT リスク、どのようなものがございますでしょうか。うん、ねえ、さっきの、クレジットカードで、なんかちょっと、ねえ。はい。そうですね。詐欺に遭うとか、まあ、そんなこともそうだし、はい。まあ、例えば車運転してると事故を起こすとか、まあ自分が怪我するとか、まあ場合によってね、大変なことになるっていう、まあそういうのを分かって私たちはこう、車社会っていうのを受け止めるというか、車を使えるようになってきましたと。ただまあそれには多分数十年かかってるわけですよね。最初車ができたって、車自体の故障がした事故もあったでしょうし、横断歩道もちゃんとできてなかったとか、信号機もちゃんとなかったみたいな。まあ今、新興国行ったらその感じがよくわかりますよね。日本とかこう韓国とかいろいろ進んだ国ではちゃんとしてても、これからの国って全然できてないと。で、じゃあそこから今度交通ルールができたとか、マナーができたとか、法律の罰則が規定されたとかいうことで飲酒運転が減ったって。はい、日本の交通事故で亡くなる人も劇的に減りましたみたいなことを、これ何十年もかかってるわけですね。ところが IT っていうのは、先ほども言いましたように見えないし、なんかそんな感じで一気に知らないところが広がっちゃったと。そうすると私たちがちゃんと何が起こってるか分かっていない。で、どういうリスクがあるか分かっていない。まあこのあたりをですね、まあ経営者だけじゃなくて、もう一般の生活者の人も、やっぱりまず学んでいかないといけないですよねっていうことですね。だから、怖がるんじゃなくて、さっきゼロトラストの話しましたけど、まあ信用できなくてもいいんだけど、こういうことやっとけば安全に使えるよとかね。まあ車でも一緒ですよね。例えば初心者の人がいきなり高速道路でバーンってなかなか行かないじゃないですか。そうですね。まあ意外と慣れてくると高速道路も安全だって気づくんですが、人が飛び出してこないとかね。まあ滅多に飛び出してこないとか。はい、まあだけど一般的には初心者マークの人は高速道路やめようねみたいなところがあって、まあそういったことをきっちりね、まあリテラシーといえばリテラシーだし、学んでいくことが大事だと思いますね。まあそれが全然追いついてないという、まあそんなようなところじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。
それで車と同じように IT リスクに関するリテラシーについても、今後生活者、経営者全員、考えていくことが重要かなと思います。はい。はい、ありがとうございます。で、続きまして、こちら。またこちら、少し前のお話、少し似ているかもしれないんですけれども、やはりどうしても IT 社会になっても、人為的なミス、漏れができると思いますが、そうですね。記事の中で、前身の、こちら、セキュリティに向き合う際に重要な考え方として、静寂説を20年前から提唱していますというふうに、おっしゃっておりますが、静そうです寂ね。説について、普段よく性善説と素訳説についてよく聞くかと思いますが、こちら、だ静寂から一般、そうですね。一般はい。的に今でも、日本でも他の国でも、性善か性悪かっていう考え方だと思うんですよね。まあ、つまり、日本の田舎だったら、まあ、今でも新興国の田舎行ったら、みんないい人に見えて悪いことする人いなさそうだ、泥棒いなさそうだ、みたいな、これが性善説じゃないですか。それは一般的に都会化すると、なんか犯罪が起こるとか、知らない人がいるとかって、性悪説に言われると。で、このまま企業も結局、日本の場合特に、島の中でこう内需で伸びてきた国っていうのは、性善説の中で企業運営がなされてきたっていうのがこれ一つありますよね。間違いなくね。だけど、じゃあ、性善か性悪のこの2パターンで考えられないような事故が起こったり、問題が起こったりしてるよねという。で、じゃあ、本質的に人間って動物でしょって弱いでしょ。それはどういうことかというと、私も昔のこういう本にもあって、20年前に作ったような本にも書いてきたんです。毎回書いたんですけど、人間ってだって怠け者じゃないですかとか、不正確じゃないですかとか、健康的にちょっと疲れてたらミスするじゃない、うっかりミスするじゃないとか、ヒューマンエラーっていうのもありますよね。どんだけ完璧にあっても人間が起こす錯覚によるミス。で、そうしてくると、まあ、静寂説が一番いいよね、みたいな。で、実際この静寂という言葉の原点は調べていただいたらわかるんで、私も正確に覚えてないですけど、なんか中国のどっかから静寂っていうのがあったみたいで、で、今だったら紀元さんがなんかこう、すごい収益率の高い会社で、本が最近いっぱいやたら出てますけど、紀元さんも静寂説で考えてるとかね。だからさっきのゼロトラストとよく似てるんですけど、やっぱり静寂説で考えていきながら、身近なところからちゃんとやろうねっていうことを、まあ、それでも労力だし、大変なんですけど、ネット社会だから世界中つながってて、どうしたらこうしたら、これが危ないとか考え出したって手に負えないわけじゃないですか。だから自分たちの範囲で人間は静寂なんだ、組織も静寂になるという。まあ、そういうふうに考えるといいのかなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。そうですね。元から前提として弱いっていう、前提を持つことで、いろいろ対策が、そうでしょ。だから私もはい。人間だから弱いことだらけだけど、なんかこう、体が大きいと、なんか強そうだねって言われるんですよ。いやいや、静寂ですよって言ってます。そうですね。本当に、この前提が大事ですね。はい。ありがとうございます。そして、続きまして、こちらですね、タイトルがとても気になるタイトルでして、最初の表紙の方にも記載あったので、とても引き付けられるタイトルでしたが、ですよ自分ね。は社長の奥さんですっていうのはどういうことでしょうか？まあ実際これはなんかキャッチにつけたというよりも、私たち30年前から、で、私自身はもう20代から、会社ブレアンス始める前に、前職で IT 関係の会社で、中小企業支援っていうのは結構、なんとなくこう、厄介だけの面白いっていうのはハマっていってですね。で、まあ、その間に IT 化がどんどん進んできて、中小企業も IT 活用しましょうみたいな、さっきの本ですけど、ですね、こう、お客さんと接点を持ってるときに、まあ、大企業の話を置いといて、中小企業の典型的なケースっていうのは、家族で経営をやってること多いんですよね。
まあ、これどこの国でもそうでしょうし、そうするとまあ家族といってもね、お父さんとお母さんと子供っていうことはなかったら、まあ、年数が経てばお子さんが大きくなるからそういう構図もあるけど、まあ、基本的に社長と奥さんがやってると。で、相手がなかった時代というのは、じゃあ会社にとって一番大事なものはって何かというと、やっぱり通帳じゃないですか。印鑑とか。中小企業のがお金を借りに行くわけだから、印鑑とか。あとお金が減ってる通帳とか。銀行の印鑑とか。だからそれを誰が持ってるのかって言えば、社長ご自身じゃなかった奥さんを持つよねって言うと、これ世間みんなふんふんって言うじゃないですか。だからそこに信頼関係が成り立ってるよね。それをリスクといえばリスクヘッジできてるよねっていう、こういう背景があって。じゃあ IT だって本来そうでしょという。何かで IT ってデジタル化されたら、そういろんなデータ、そこにお金は入ってなくても、例えば今時だったらクレジットカード、オンラインでペンとかお金を振り込んだりできたり、契約書だってね、デジタルサインができるようになってくると、じゃあ誰に任せるのっていう、まあそういう問題提起ですね。だから任せる人を、じゃあ奥様が、いや、あんた勝手にいい会社やってるんでしょうみたいに言うところは関係ないかもしれないけど、でも、代わりに、じゃあ責任持ってもらう人がいないと、社長が全部 IT 化時代になった時に、俗に言う専門用語で言うと、サーバーのね、アクセス権限、自分が責任持ってますとか、クラウドのサービスもね、全体権限自分が持ってますとか言ってたら、もう夜も寝れないって、ますます寝れないみたいな。だから誰に任せるかをしっかり考えましょうということですね。はい、そうですね。IT は本当に情報がたくさん、そうですね、ありますので、その分お金じゃなくても本当に重要そう。な立場ですね。だからお金も大事だけど、お金以上に大事な情報が今、こんな小さな入れ物に入るようになっちゃったと。それがつながると、悪意がある人から見たら出ていっちゃうと。まあね、怖がるんじゃなくて、だからそうなったからどう使うかってことですよね。ありがとうございます。ということで、適任は社長の奥さんということとでいすうね。ことから考えて、じゃあはい。自分の会社にはそれに相応する人に任せているかってことですよね。はい。あはい。りがとうございます。はい。そして、続きまして。今回、ベトナム関連の、桜号に何箇所か入っておりますが、こちらベトナムと日本の情報セキュリティレベルの違いと課題についての記事がございますが、こちら、そうですね。これ実は、まあ、この前私3月に先ほど、フジネットの本社のところに行ってきたっていう話ありますけど、まあね、日本のお客さんで本社のオフィス、いわゆるソフトウェアを開発する場所に行かれたらわかると思いますけど、もうバリバリ指紋認証は、それは、ね、15年前です。もう今15年前から顔認証になってるんですね。顔認証ですか。で、これ簡単に言うと、日本でも、まあ大企業の一部は除くと、あるいは IT 業界の先端企業を除くと、まだこんなとこまで行ってないじゃないですか。だから、結局その時の考え方、経営者の考え方、もちろん本社の場合は日本の経営者から仕事を、日本の企業からお金、仕事を受けるときに、セキュリティ大丈夫かって言われるんで、情報漏洩ないかって言われるから、そういうふうに入退室はちゃんとやってますって、ずっとやってこられたわけですね。だから AI の画像認識の技術ももう、保有してるし、先端的なんですよ。でもそういう日本は大丈夫なのかという。だから日本というのはまだ、さっきもあったけど、こう、性善説的にやってるから、みんないい人みたいになってた時に、だから日本人って不思議なとこがあって、日本って外国とあんまり接点持たない人が多いから、外は危ないんじゃないかという。だから中国とか、ベトナムに仕事を発注するときに、大丈夫かって、これはソフトウェアは特にそういうふうになりますけど、工場の問題にしてもいっぱいありますよね。日本に工場があって、ベトナムに工場があるとか。で、そこはネットにつながるとか。だから、相手のことを心配ばっかりするんですけど、いやいや、ちょっと待ってくださいと、日本側大丈夫ですかっていう。で、それでもう一つが、
今、国を超えた取引っていうのは、今、急に始まったわけじゃなくて、サプライチェーンで考えたらね、よくグローバルサプライチェーンって言われますけど、はい、今、私たちが食べてるチョコレートの原材料はアフリカから来てるっていうのは、それは知ってますよね。昔、ガーナからチョコレートが来てたみたいな。だけど、世界中のサプライチェーンって知らないことばっかりで、で、やっぱり繋がっていってるわけですよね。で、そうしたときに、最近もありましたけど、大手のね、こう、メーカーさんの系列の取引先から情報が漏洩したとかね。だからやっぱりここにギャップが生じてるんで。まあ、なのでこれはどっちが進んでるとかじゃなくて、やっぱりこのなんで違うのかというのを考えてみたらいいですよっていうような話ですね。うん。で、だからそれが世界がこれますます繋がっていったときに、情報セキュリティというのは結局、まあ、犯罪の理論でもそうだし、まあ、一番悪いところ、一番手当てができてないところが基準になっちゃうから、100人いたとしたら99人できてるからいいでしょうは通らないですよね。一人だけでもできてない人がいたり、できてない箇所があれば、デジタルだけにそこから全部出ていきますよっていう、そういう発想を持たないといけないので、まあ、正直私もベトナムとか付き合い長いですけど、まあ、ベトナム社会がこれからどういうふうに変わっていくのかっていうのも興味があるし、でも、ベトナムと付き合ってきた日本、付き合っていく日本と見ても日本がどう変わるのかとかね。まあ、なので、まあ、もう一体化してるっていう中で考えるには、まあ、先ほどから言って IT だったら中国とかベトナムとかインドとかアフリカとか、グローバルに仕事がとてもしやすい職業の一つなんで、考えやすいと思いますね。テーマにするとね。まあ、そんなふうに思います、はい。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。本当に、気になったまた。まだ時間はそろそろ終わるのかもしれないけど、はい、一つね、このベトナムネタでね、はい、私たち二十何年前から言ってると、一番日本の人が気にしたのが、通信回数が遅いと。つながりにくいと。で、これはみんな子供でもあそうだろうなと思うじゃないですか。とか、それはなぜなんだって言った時にあんまりわからないんですよね。で、これなんでかってインターネットがわかりにくいと。で、私もね、ベトナムに結構向こうでいて仕事してた時があって、まあ、なんかだんだんとこう、これからの国って IT 環境って良くなってくるわけですね。インターネットが早くなったとか。なんか、停電もそうですね。停電が減ってきたとか。なんだけど、なんか1ヶ月ぐらい本当にね、インターネットが日本と繋がらなくなった時があるんです。何回か。そしたらその時にね、面白いニュースが流れるんですよ。泥棒が海底ケーブルを盗んだのやって。で、私らは、まあ、ジョークなんだけど、でも海底ケーブルが走ってるって知ってるから、つまり光ファイバーがその太平洋とか大西洋とかインド洋を走ってるわけです。走ってるからこれだけの通信ができるんだって、別に GPS とか言ってると、そこだけでこれだけの大量の通信が行われるってことはありえないので、だからそれを知らない人がいたり、今時々ね、Google にしてもいろんなところが海底ケーブルをまた増やすとかやってますよね。まあそんなことは知っておいても、まあ、損はないんじゃないかなと。ただ、海底ケーブルを盗む人がいるかどうかは私にはわかんないです。まあ、盗まれたら確かに通信が途絶えるやろうなっていうのはあるけどね。そうですね。はい。そうですね。本当に IT 化している、現代だからこそ、本当に、生活者も経営者も、こういう IT 事情、世界の IT 事情について、ね、いけたら本当にいいのかなと思います。はい。はい。それでは、お時間となりましたので、これより、本日の IT、そうですね。IT 活用の羅針盤の解説ライブを終えていきます。はい。まあ、これ電子ですけどね、はい。神がご利用の方おっしゃっていただければ、現時点では無料で差し上げます。まだ近々にこれ有料化を考えておりますが、現時点では無料で送付させていただきます。はい。ぜひまたご連絡ください。毎月発刊していきますので。はい。ね。ぜひ。桜号の最後のページの方にも、創刊号からの QR コードございますので。はい。そうですね。よろしければぜひご覧くださいませ。はい。それでは以上で本日のライブを終えてまいります。本日はありがとうございました。はい。どうもありがとうございます。